今年の春から早稲田大学の学生になりました武田奈々、嬉しいグランプリシリーズデビュー。小さい頃から NHK 杯をずっと見ていて、いつか滑るのが夢だったと話しています。カナダ大会6位、この時は足が震えて何もわからなかったと話しています。2006年の全日本ジュニア選手権、7回目の出場で嬉しい初優勝でした。曲はタンゲーラ。最初のジャンプです。トリプルトーループ、これは非常に良かったと思います。着氷が非常に綺麗でした。次のポイントはコンビネーション。トリプルループ、ダブルトーループ、これも非常に良かったと思います。最初のジャンプの高さは見事、長身167センチ。3つのジャンプ全て良かったですね。良かったですね。トーループ、コンビネーション、ダブルアクセル決めてきました。4つ目の要素、フライングシットスピンを終えました。ああ、表情にも笑顔です。これだけ身長がありますので、はい、何をやっても映えますね。非常に。確かにそうですね。足の高さも十分。途中で軸足を変えます。そして魅力の一つにこのビールマスク、この後、あ、これこの時はやりませんね。はい、ストレートラインの後ですね。はい、さあ、ストレートラインステップシークエンス、8つの要素の7つ目、ここでレベル4を取りたいと言っていた武田奈々、たくさんのステップを入れてます。ショートフリーとも最後の私の演技を見てもらいたいと言っていた武田。荒川さんも注目のこのスピン。ここから形が非常に綺麗ですね。あー、この笑顔です。見事 NHK 杯初登場で満面の笑み、武田奈々。嬉しかったんでしょうね。そうですね、初参戦の今年にしては、はい、カナダ大会の時もミスなく非常に満足な出来だったと思いますし、今大会そして2回目としてミスなくこの笑顔が見られましたので良かったなというふうに思います。本当ですね。素晴らしい笑顔です、武田奈々。ショートプログラム2分50秒滑り切りました。いや、笑顔が絶えません。非常に歯切れも良くて良かったと思います。そうですね、ナナちゃんの声が飛びました。荒川さん、デビューの時はどうでしたか、グランプリシリーズ。私はもうやはり年齢が若かったので非常に嬉しいということが、はい、先行していまして、出来よりも嬉しかったことを覚えてます。あの、滑れること自体が。そうです。ああ、そうですか。途中のシーンご覧いただきましょう。まずは最初のトリプルトーループ、高さありましたね。ありました。
このコンビネーションも改めていかがですか。これも非常にまっすぐな軸を取って2つジャンプ飛びましてよかったと思います。はい、そして2つ目のダブルトー、飛んだ後にスピードが落ちないという流れが今日は良かったと思います。もうこのあたりで表情が変わるんですね。やはりショートプログラムで最初のジャンプを2つ決めると荒川さん選手は随分違うもんですか。そうですね、ただ3つすべて決まってやっとホッとするというようなところがあります。このレイバックスピン、そして彼女の一番得意なビールマンスピン、長身が生えますね。生えますね。ここまで足を上げます。この時からもう笑みが出てんですね。彼女は話をしていても非常に素直なお嬢さんで、全部自分の思っていることを包み隠さず話してくれます。岡島コーチと一緒に得点を見ます。おお、 31.70 が出ました。そしてプレゼンテーション演技構成点 23.36、 55.06、 今シーズン最高が出ました。文句なくトップ、自己ベスト、現在トップに躍り出ました武田奈々、6人滑ってトップです。現在の順位は第1位です。本人も信じられないんでしょうか。